オッケー。ちょっと待ってな、ツイートをどうやってしたらいいんやろ。アイドル安田百音。いないの。あ、いた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 。え、これを、ちょ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 皆さんもぜひツイート、リツイート、シェアをしてください。動いてるよな、こっち。できたかな。準備中。動いてる？ごめんツイートができません。ありがとうございます。皆さんあれですか、仕事ですよね、普通にお昼休憩。こんにちは。あ、できたかな。あ、生きてる生きてる。昼休みか。なるほど。ありがとうございます。ちょっと待ってね。そう、この時間にちゃんとして。珍しいですね、確かに。全然公式がツイートしてくれない。うん？ついていけてますか？うん。まあいいや、もう。モデルプレスさんとかドワンゴ JP さんとかがめっちゃ公開してくださったんですけど、なんと安田百音のこのファースト写真集のタイトルが決定してもう発表されました公式から発表があると思うんですけどね、ちょっとまだしてくれてないみたいなので言っちゃっていいんかなでもね、他がもう発表されてるからね。イエーイ、やったー止まってる？なんかプツプツするね。ありがとうございます。大丈夫？ほんまにあんのかな今日。でも、もう他で公開されてるので言いますはい、タイトルはじゃん、もう一度会いたい理由丸もう一度会いたい理由となりました。これをあれにしようかな。そう、表紙も実は公開されまして、それは公式のツイッターとかをモデルプレスさんとかがツイートしてくださってるので、そっちを見ていただきたいんですけども、リツイートしますね。今表紙も公開されました。あ、見たくなった時に流れちゃった。イエーイ。ぜひ今、あ、エンタメネクストさんでも嬉しい。皆さんいっぱいリツイートよろしくお願いします。私今してるから今の間に
とね、オリコンニュース、オリコンニュース、グラビア、モデルプレスさん、エンタメネクスト、あれドボンゴ GP、 あったあった、ねえ公式さんお願いしますよ。まあ公式も多分後々にしてくださると思うので、はい、皆さんいっぱいリツイートして、このこれからはね、このタイトルのハッシュタグもつけて一緒にツイートしてくださると嬉しいです。10月20日発売、表紙どうですか、見てくださりましたか。これが表紙じゃなくって、でもこの衣装なんですけど、これとはまた違う表紙、表紙良かったですか、嬉しい。ちょっと置いとくな、大人っぽくて良き表紙、可愛かった。まだ見てません、今見に行ってください。私めっちゃリツイートしたから、今私っぽい？おお。本屋に置いてたら手に取りたくなる表紙。マジ？表紙や表紙の表情めっちゃいい。会いたくなる表紙です。待ち受け即決。表紙見たよーって。限定も楽しみ。表紙に惚れ直しました。表紙めっちゃ可愛い。ありがとうございます、やったー。公式さんはまだツイートしてないですね、はーい。表紙はね、もうこれは青木さんとかマネージャーさんとかもなんか一緒にいろんな写真を見比べて決まりました。その表紙に対するコメントとかも、全部こういうサイトっていうんですか、オリコンニュースさんとかとで話させていただいてるので、ぜひそっちを見ていただきたいんですけど、後ろの写真はそう、なんか一番に公開されるときに使われる写真になりますって感じやって、そう表紙は4種類あるんですけど、これは通常版の表紙、これじゃない、これ通常版の表紙になります。今公開されてるのは、はい、この残り3種類も気になると思うんですけど、まあそれもまたきっと発表されると思うのでお楽しみに。こちらは通常版になります。通常版はアマゾンさんやったかな、そうですね、アマゾンさんにてこの今公開されてる写真の表紙になります。イエーイ、スクショ。でもなんかこれが表紙みたいになっちゃうな。残り3種類もぜひ楽しみにしててください。このもう一度会いたい理由にした理由は
どっかで話すことあるかな。本当は、本当はというか、なんか私がなんかタイトルの候補ありますかって聞かれて、初めはでもなんかそういう、もう言ったらこの名前になるわけじゃないですか。私やったら安田桃音みたいな、もう一生ついてくる名前みたいになっちゃうから、なんかそれをなんかセンスない私が決めるのもなとか思ってて、一応なんか候補はなんかこんな感じがいいですみたいな話とかはしてたんですけど、実はこのタイトルを考えてくださったのが秋元先生なんですよ。その私の写真集の中身を見てくださって、本当にたくさん候補くださって、秋元さんがだから皆さんが最高って思う理由はそこですよね。さすが秋元先生って感じなんですけど、本当にたくさん、これだけじゃなくてこれの他にもたくさん候補くださって、でそこから私はなんかこれに惹かれたというか本当ありがとうございます、秋元先生通りでいいタイトルなわけだ。本当にそうですよ、私こんな思いつかへんもん。でそこでこのもう一度会いたい理由点とか丸とかあって、だからそこも使っております。ハッシュタグとかはあのこういう句読点とか数字とかが反映されないので、それは仕方ないんですけど、ありがたいですよね、中身見てこれを選んでくださったっていう。ね、秋元先生がね見たって思うとよかったです。ちゃんとあの会ったことないんですよ、一度も秋元先生に。でもあの一回でも顔見てくださるだけでありがたいですだからあの、あそう、友達に自慢しますって。だからもし知り合いとかに勧めるときは、このタイトルはあの秋元康さんが考えたタイトルなんですっていうのもあの言っていただけたらえってなるから。本当にね、多分これの他に何個ぐらいくださったかな。あ、10個ぐらいくださった。帯はミルキーが書くの。それはもう嬉しすぎますね。そう、その中から本当に感謝の気持ちでいっぱいです。もう一度会いたい理由だから。この写真集見てね、なんかまた会いたいって思っていただきたいし、今こそね、なんか会いたくても会えないからこそ写真集を見るだけでもなんか会ったような気持ちになっていただけるような中身になってたらいいなって思いも込めて選ばせていただきました。これが今日の言いたかったことでした6分に出す。もう一度会いたい理由、これはもう皆さん復唱しててください。もう一度
もう一度会いたい理由って書いてるときに一度のどの漢字と忘れした。会いたい理由。やっと言えたタイトル。ずっとさ、なんかあの何でも発表されるときにこれで出ちゃうから、タイトルじゃなくて早くタイトル言いたいなって思ってたけど、これからはどのサイト行ってももう一度会いたい理由安田萌音ファースト写真集ってなるから嬉しいです。そう、会えるイベントはねやっぱ厳しかったんですけど、でもオンラインサイン会のイベントはあるので、10月21日と10月30日そちらも今受付中なので、もう一度会いたい理由オンラインサイン会ぜひ皆さん来てください。もうね応募してくださってる方もたくさんいらっしゃってありがとうございます。当たりますように。会えるイベントもねしたいですよね。遠距離ポスターみたいだね。わあ、確かに。そう、ポストカードの特典もついてるので、あ、これタワーなんや。ゲゲ、え、誰誰誰、え、この大阪城ってタワーでしたっけ、わかんない。ありがとうございます。どなたやろ、今1位の方、一般ピーポーさん、君は切ない、手が届かない遠距離で、あ、一般ピーポーさんありがとうございます。一般ピーポーさんはこの麻雀のその写真集のためのイベントでもう本当に本当に本当にお世話になったのでありがとうございます。サイン会はリアルタイムで参加できなくてもアーカイブには残るみたいです。でもリアルタイムで来てほしいです。ポストカードは今のところこの通常版と HMV さんと楽天ブックスさんとセブンネットさんの4種類なので、ポストカードもぜひ全クリしていただいて、この今日公開された表紙以外にもあと3種類あるので、そちらの公開もぜひ楽しみに待っていただけたらいいなって思います。もう何度も会いたいです。嬉しいです。サイン会当たりますよ、ね、コメントとかできるんかな。いや私もね分からへんけど、もしやったらちゃんと読み上げるので。サイン本100冊どうやろう、倍率高いかな、ちょっと待ってな、見てみるわ。蔦恵比寿橋店さんでオンラインサイン会があるんですけど、わ、レビュー書いてくれてる誰か。ありがとうございます。21時6時から事前抽選でご当選された100名様には私から写真集へご当選様の宛名をお入れし、その模様を配信します。だから直接話せるわけでもないんかな。本イベント対象商品をご購入された全てのお客様には、だから外れたとしてもオンラインサイン会のミニコーナーで行う安田萌音さんのサイン入りグッズが当たる抽選にご参加いただけます。だからもし
そのサイン当たらなくても応募してくださった、だからこれをゲットしてくださった方には私のサイン入りグッズが当たるかもしれないっていう感じですね。だから直接やり取りは無理そうですね。コメントとかはないんかな、多分ズーム的な。そのウェブの受付が15日の23時59分やからあと10日ございますね。そしてそうタワーレコードさんに行ってもイベントあるんですけど、今のはあれね、スタエビス橋店さん本当にお世話になってます、ありがとうございます。タワーレコードさんはね10月30日6時から18時から事前抽選でご当選された100名様には私から写真集への宛名、写真集に宛名を入れし、その模様を配信いたします。本イベント対象商品をご購入された全てのお客様を対象にオンラインサイン会のミニコーナーで安田萌音さんのサイン入りグッズが当たる抽選会を行います。なんかサイン入りグッズは当日私が選ぶみたい、だから一緒ですね、やることが。そうまだ大丈夫、全然大丈夫。こっちはタワレコードさんもっと余裕があって24日までまだまだ余裕があります。腰痛くなってきた。でも忘れないうちにお待ちしてます。お予約してくださってる、はじりさんも予約したんかなどうなんやろう。こじりなんて言ってたかな、はじりさんは表紙が公開されたら、あれとにかくまだ買ってないみたいで、なんかがあったら買いますやったかな、多分まだね買ってないと思うけど、きっとゲットしてくださると思います。オンラインサイン会はタワーレコード公式 YouTube チャンネルやってやから、あコメントはできるってことなのかな。アーカイブは11月5日までだからそんなに長くは見れないっていう感じですね。なんかそのニックネームが厳しかったんな、ニックネーム10文字以内で顔文字絵文字半角特殊文字びっくりマークとかは使えない、継承は3の固定となります。そうだから桃音じゃなくて桃音3とかになる感じですね。なんかそのニックネームがちゃんとしてなかったら多分登録してくださった名前になっちゃうから、登録っていうの、まあ、希望のな感じにならへんかもしれへんから、ニックネームはしっかりチェックして参加していただけると楽しみいただけるかなと思います。こんな感じ、さん付けで様ってつけたいぐらいです。本当にうん。ということでこのさサイン入りグッズとかも気になりますよね。私もまだ知らへんねん。だからもしそのサイン当たらなかった方でもグッズ手に取っていただける可能性があるのでぜひ皆さんお待ちしております。待ち遠しいですね。だって今日5日やろ、あと15日やから、あともう2週間ちょっとで発売日ってことでそわそわしちゃう10月。なんかぜひ
この写真集発売日までなんか盛り上げるようにいっぱいツイートとかその拡散してくださると嬉しいです。もうねあと何日とか楽しみみたいな画像を作ってくださったりしてくださる方もいるので一緒に盛り上げてくださると嬉しいです。ありがとうございます。皆さん幸せだ。カウントダウンね一緒にしましょう。私もするいっぱいツイートするって。もうすぐよね。ツイッターでカウントダウンします。嬉しい。改めましてね安田桃音ファースト写真集のタイトルはもう一度会いたい理由になりました。10月20日発売なのでオンラインイベントもありますし、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。それではあもう一つ全然写真集とは関係ない話なんですけど、ナングラーあるじゃないですか。なんか今回のイベントがない時 NMB48 のマスコットキャラクターを考えようっていうものなんですけど、そう、それがその配信を明日しようかなって思ってます。ナングラ前回がなんか何て言っけ8期生のやつやったけど、今回がマスコットキャラクターのその絵を描いたので明日発表したいと思います。なので明日もショールーム来てください。時間は未定なのでみんなと被らない時間でまたツイートします。イエーイ。ということでランキング発表しようかな。ね、皆さんねタワーだけじゃなくってさ、こういう頑張ったとかね、星とか星レインボーのやつとかね、ハートとかいっぱいくださってありがとうございます。私があげなあかんのにもらってばっかりや、ね、いきます。13位えいめいちゃん、12位やっぱり猫が好きさん、11位よいちさん、10位どんどんさん、9位トリオジさん、8位おぎおぎ、7位まゆかちゃん、6位ゆうさん、5位ずーちゃん、4位ななちゃん、3位ふじさん、2位がウーカメインの箱石さん、そして1位は一般ピーポーさん。タワーもありがとうございました。それではまた明日ありがとうございました。またねー。